大好き、東北大好き。あ、東北大大好きですね。英語の文章を付箋を引いてあるところに対してアナウンサーがいてる。おぉーフォーマー、フォーマーとか。あ、ミスター東北大にでも出ようと思ってるよな。Hello there! 始まりました、もちゃちチャンネルです。僕ってパーカーって中1の時からずっと着てるじゃないですか。いや知らんし、僕のだし、しかもまだ自己紹介してないから誰も知らないし。しまいました。そうですね、今回はですね、盲目のピアニストでしたっけ。あ、それはですね、あの話題になったサムラゴウチですね。サムラゴウチと申します。よろしくお願いします。耳の方でしたね。耳の方聞こえない。そういうことですね。はい。今回はですね、与謝松さんにおいでいただきました。ああ、ちょっと顔似てるし、なんか年同じだけど、ちょっと違いますからね。間違えられがちですからね。はい。相良浩司さんに、よろしくお願いしました。はい。もう、ミス東工大でしたっけ？ミス東工大は女の子だし、東工大僕違うし、僕ミスター東北大です。そうなんですよ。そう、はい。ミスター東北大。でかい声出せば勝てるコンテストって言われてます。わお。ちっちゃいところの、何の価値もない。大好き。東北大。あ、東北大大好きですね。東北大って、何？どこ？はいはい、はい、多分思った人も多い。そうですね。まず立地からわからない方めちゃくちゃいらっしゃいます。まあ東京大学とか、はいはい、広島大学、はい、どこにあるかわかる国立大学多いですよね。ね、はい、なのに東北大学全体、ふわっとしてる全体どこ？東北大学、九州大学。そう九州大学、東北大学でかすぎ。確かに範囲でかいですね。東北大学は仙台市にあります。宮城県の仙台市にあります。あれですね、駅前だけが大都会、はい、間違いないです。ドーナツ化現象の申し子、一駅であれねってもう本当に駅前は確かにビルとか建ってるんですけど、2キロぐらい行くと東北大学なんですね。はいはいはい。で東北大学に行くと、まあ、森なんですよ。お、自然豊かな。はい。今回は東北大の魅力を、はい、聞いていきたいんですけども、はい、まず東北大何が一番魅力的だと思います？ああ、まあ私が感じた魅力で言うと、東北っていう地方にあって、そこになんかいろんな人集まってくるんですけれども、周りにあんまり大学がないので、はいはいはい、結構でかい顔できるっていうのは、うおー、なるほど気がしますね。例えば仙台市とかで、まあなんか偉い人とかと、うん、会いやすいとか、なんかこういろんなつながりできやすいですね、正直。あ、東北大生なんだとか、アルバイトとかしてても、塾講師とか家庭教師とか、結構優遇されやすい環境ではあるって感じですね。そういうメリットはありますね。なるほど。はい、あとは学生が結構素直です。ほうほうほう。はい。田舎者って言ったら悪いんですけど、うん、まあなんかそういう素質も僕も含めてですけど、割とひたむきな学生が多い気がしますね。そいつを見てると、あ、なんか自分もこれ興味あるなとか、なんか勉強しようかなみたいな感じで感化される子は結構多いですね。どうですか、もうやっぱ隔離されてる状況だから仲良くなりがちとかもあるんですか、うん、あ、多分結構そうですね。いい意味で言うと、まあなんか仲良くなるんですけど、うん、悪い意味で言うと中で収まりがち。ね、あ、そうなんだ、はい、なんか東北大で固まってみたいな感じで、なんかあんまり外に出てかないみたいな人も多いですね。結構両極端な気がします。はいはい、こうも進撃の巨人みたいなそうですね、あの中だけでなんか東大生来たらビビるみたいなうおー東大生だみたいな選んだ理由はあるんですか？あ、東北の。私はですね、まあ、東北地方出身っていうのもあるんですけど、はい、現役の時は北海道大学受けたんですよ。はいはい、で、あの、なんか、宮廷に憧れがあったっていうのは正直ありますね。なるほど、はいはい。はい、仙台市で浪人したんで、うん、寮に入って浪人したので、うん、その東北大コースっていうのがあったんですよね。はいはいはい、まあ、どうせならそのコースに入った方が、うんうん、まあ、1年しかないし、みたいな、あともう引けないから入っちゃった方がいいだろう、みたいな感じで、うん、そこを東北大を最初から選んでたって感じです。そうなんですね。じゃあ受験科目とか、うん、二次試験でいうと英語、数学、それから物理化学なんですけど、はいはいはい、あの私ちょっと入試形態が、うん、あの他人とちょっと違う形態で入ってまして、うん、あの AO3 期試験っていうのがあるんですよ、東北大学。え、 AO3 期試験？そうなんです。これなんか結構あのバカにされながちなんですよ。アホでも OK 入試みたいな。あ、 AO なるほど、 AHO みたいなね。とこう言っとくと、 AO3 期の方がセンター試験高い点数飛んでると入れないんですよ、これ。これ どう違うんですか、 AO1、2と。実はですね、1がいつやってるのか誰も知らないんですけど、はい、僕何回調べても出てこないんですよね。で、1は帰国子女枠とかそういう話なんですかね、はい、ちょっとあんま出てこないんで、謎、はい、そうなんです。で、2期っていうのが結構有名で、これ現役生だけしか受けられないんですけど、はい、割と簡単めな二次試験形式のテストがあって、はいはい、まあ、それと面接で入れるみたいな
感じ。そうなんですね。はい、で2期で入った人は結構ピンキリで、ああの、はいはい、一発でなんか丸罰問題とかもなんかあるって聞いたんですけど、それで、まあ、なんか割と高得点取ったわみたいな友達もいて、はいはいはい、あとはまあめちゃくちゃ優秀で数学オリンピックとかですか、あ、そういうなんか子が現役生でもうあの最初に決めちゃってみたいな、東京で決めちゃってみたいな。じゃあ分かれる感じ、結構分かれる、すごい人とすごくない人が、ピンキリで分かれてました、ね、だからそれもあってバカにされがちって。そうですか、はい、遊んじゃいがちなんです、うん、そこから。じゃあ AO3 はですね、はい、浪人生と現役生どっちも受けられるんですけど、学部によるんですけど、はいはい、法学部とかだと現役生だけみたいなルールが異なるんですけど、これは、私の年だとセンター利用みたいなニュアンスですね、はいはいはい、センター利用に英語の小論文と、お、英語の小論文、そうなんですよ、英語の小論文とあと面接ですね、はい、あと、まあ、調査書っていう高校時代の成績を送る、はいはいはい、この4つで、あれでしょうね、学校の先生が捏造するやつ、ね、そうですそうです、めちゃめちゃいいコメントを書いてみたいな。見たんでしたっけ、あれ見ました、私内緒で見た、内緒でチラッと見ましたね、はい、どうなってました、あ、なんとですね、めちゃくちゃ褒められてましたね、ひたむきな学生でありみたいな、僕はそんなことないですか、ね、遅刻が何十も減ってました、おあ、そこを負けてくれたんですねほぼ遅刻だったはずなのに、はい、数回になってましたおまけがなんかそこなんだって言ってますね、調査書こそ調査すべきだと思ってます。確かにそうですね、あの一斉調査したらもうとんでもない熱もないことになると思う、謝罪会見の嵐ですよ、ね、そうですよ絶対英語書けたんですね。ですね、まあ拙い英語ですけど書いてって感じですね、はい、題目で言っちゃうと英語の文章を読むんですよ、長文だったみたいな感じです、はいはい、でそれの下線を引いてあるところに対してあなたの意見を書きなさい、へえ、そんな感じなんですね、はい、私の年だと未来に関して何か発展させたい技術はありますかみたいなことを、はいはい、あ、なるほど、理系だから、あ、そうですね、はい、はい、私は工学部なんですけども、はいはい、そうです、そこに対して私はあのハゲ治療、ハゲ治療とかやりたい、 AGAとかやりたくて、そういう感じで書いてたんですよ、なんか A と G と A って A 作文やってないですよ、やってないですよA と G と A 赤みたいな、赤 A と G と A でもう3文字終わりみたいな感じでやってたんですよね、うん、まあ、確かに1000文字以内だから3文字も全然いいんですけど、そう、なるほど、1000文字以内はい、あの死亡理由書って書いてた内容をそのまま英訳して書いたみたいな感じで、あ、なるほど、はい、まあ、ほぼほぼ一緒のこと書けたので、あ、じゃあラッキーだった、そうなんですよ、そんなに苦労しなかったんですよね、英語の小論文に関しては。何の開発を、なんか僕あれですね、携帯の電波をもっとなんかあのどこでも通信できるようにしたいみたいな感じで、ああ、実は東北大に研究室があるんですよ、うんうん、その結構権威な方がいて、はいはい、ヤギウダアンテナとか言ってあのほうほう、フォーマとか作った方なんですけど、その企画、え、HG ですか今、フォーマって言いましたっけ今、Wi-Fi のマークみたいなフォーマとかが、はい、まあ、今 Wi-Fi ですけど、はい、その企画を作った人がいて、携帯の電波みたいなで、そこの研究室入りたいなみたいな感じで、そこの学部を一応志望したって感じですね。じゃあお願いしますよ、もう東京遅れすぎですから、はい、いやいや、もう通じないとこだらけですけど、でもじゃないですか、私はその研究室に成績が悪く入れません、入れなかったんかい、だから入れなかったんですよ。じゃあリベンジしてください、もう本当にもう一回入り直します。日比谷線六本木駅、なぜ入らん、なぜ六本木なのに入らない、もう6本立つはずですかね、バーは。もう本当に、ね、もう新幹線とかもね、県外だらけですから、そうなんですよ、あの新幹線で YouTube 見てるともうなんか渦巻きの嵐ですからね、ほんとナルトですよね使えないってばよ、ほんと急にモノマネしないでくださいで、研究はどんなのやったんですか。研究はですね、結局私はガラスの研究やってました。へー、はい、ガラスの心なのに。そうなんですよ何度も落ちたのに、あ、でも逆に乗り越えてますからね、ガラスのハートの強化ガラス、強化ガラスです、はい、ちょっと光の研究ですね、あの波とかそういう話なんですよ。なんか光の反射とかで物質のこう形が分かるとか、なんか素材が分かるとか、なんかそういう話になるので、うんうん、どこに応用するかっていう話でガラスの研究をしてたって感じですね。へえ、そしてあれですもんね、大学院に、そうなんです、落ちまして大学院試験落ちましてですね、もうあの途方に暮れ就活をして今あの社会人やってるって感じですね。もともとはどこ出身ですか。僕は福島県なんですよ。あ、
でも福島って中学浪人日本一じゃなかったでしたっけ。中学生で浪人する人が日本で一番いるのは福島県じゃん。え、そうなんですか。そうそうそう。え、高校に上がるとき。そうそうそう。確かに高校入った時の初めてのクラスに2人いたんですよ。はい。で、僕はその概念すら知らなくて、浪人っていう概念すら知らなくて、はい、あの人年上なんだよっていうのを聞いて、どういうことって理解できなかったんですか。いいとこが決まったとこしかないから。あ、そうですそうです、おっしゃる通りですね。3つの地方に分かれてるんですよ。縦で3分割みたいな感じなんですけど、その3分割の中に1つぐらいしかいい高校ないんですよ。そう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 、そういう状況なんで、浪人しがち。あー、間違いないですね。じゃあ東北大、じゃあ他勉強だったり、はい、他の魅力あります。あ、有名な人とかいるんですか、うん、ちなみに。ああ、東北大でですか、はい、東北大で有名な人で言うと正直いないんですよ。いないもういなくて、それが悩みみたいなところありますね。東北大の永遠の課題かもしれないですね。あ、でも川島隆太教授とか、あの脳科学のいるわけですね。とか、あの教授界隈で言うと、まあ有名な方はいらっしゃるんですけど、うん、生徒で有名になった人ってほぼほぼいなくて。あ、なるほど。あります、他。いや、そうですね、内説。内説でー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 ってなるんですけど、あ、ありました。東日本大震災の後に理系のキャンパスに限ってはものすごく綺麗な建物が建て直しもありました。なるほど、キャンパスがすごく良くて、もともと農学部とか、あと今医学部も移動するのか、全然違うところにあったキャンパスものすごく綺麗な広いキャンパスに引っ越しをして、いい設備が整ってると思いますね。じゃあぜひ閉ざされたエリアですけども、そうなんです、このオープンキャンパスで、見てみてください、はい。あ、ミスター東北大にでも出ようと思った理由は何だったんですか。人数が足りなかったから。